12月14日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて79円92銭高い 26,732 円44銭でした。今日の高値も安値もいずれも前場、しかも9時台につけたものでありまして、その後は、その値幅内での膠着相場となりました。それでも指数全体としてはプラス、今日のレンジ値幅では 26,648円から 6,870円ということでありますので、だいたい230円ぐらいの値幅の中での動きでした。トピックスは昨日に比べて 8.51 ポイント高 1790.52 でした。トピックスは取引時間中に1800ポイントの節目を超える時間帯がありましたが、結局は1790ということで800ポイント割れまで押し戻されて終えています。東証一部全体の6割にあたる1333銘柄が上昇、下落したのは全体の 34%、 755ということで、東証一部指数は小幅高ながらそれなりにしっかりという動きでした。新興市場マザーズ指数が 1.73 ポイント高 0.1% の上昇、わずかな上昇でした。日経ジャスダック平均が24円と54銭高、こちらは 0.6% の上昇でした。東京市場は4指数とも上昇で終えています。日経225冷やしチャートです。直近の 26,600 円台700円台の持ち合いが続いています。さすがに7000円の節目を上抜くにはなかなか買い材料が足らないという形のようです。ただ、緩和政策、世界的な緩和政策も続いていますし、それなりに今朝の日銀短観などでも裏打ちされているように、企業の業績判断先行きはそれなりの明るさも見え始めているということで、売り叩くというところには至っていません。持ち合いが続いています。こうした中、今日、強さを見せたのが自動車株、中でも7203トヨタ自動車の動きであります。トヨタは先週以降極めて強い動きで、今日は132円高 1.6% の上昇、取引時間中には7998円まで買われまして、8000円の節目を四股の間に捉えるような水準まで株価上昇してきています。直近では急速垂直的な右肩上がりであります。日銀短観で自動車産業の業況判断 DI 先行きについてはもちろんマイナスではあるんですが、極めてマイナス幅が減っているということで、改善の兆しが大きく見え始めている、こうしたことから自動車株今日は総じて強い動きでした。一方でやや弱含みの動きというのが運輸株であります。9020JR 東日本、今日は57円安 0.8% の下落で大引けを迎えました。前引け時点ではプラスでしたが、結局揺れている GoTo トラベル、やめるのかやめないのか、一時停止するのかしないのか、政府がどうも一時停止するようだというようなニュースが飛び交っています。前場ではなんとかプラス維持したんですが、後場結局売り物に押されてマイナス転落して引けました。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。